おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は NGT48 の10枚目のシングル一瞬の花火の、メンバーのね生写真ね直筆サイン入りが届きましたので紹介していこうと思います。ということで早速届いたので開けましょう。この写真がね3枚ありますね。これが、オフィシャル CD ショップの特典ですね。で、これがシングルですね。タイプ A と B がありますね。このね中に入ってる、生写真も後で開けていこうと思います。では早速見ていきましょう。まずは磯部ルアさん、はい、今回推しメン3人の生写真を頼みました。はい、ありがとうって書いてありますね。ベルワールドに住んでいる蝶々らしいですね。はい、これがまたすごいんですよね。全部絵柄は違うのが凝っているんですね、ルアちゃんはね。で、そうですね、アルビレックスもね今年から応援し始めてね、まあねネットにもね上がってますよね。あの大塚ななみさんとね、はい、動画が上がってると思いますんでぜひ見てほしいですね。で次は、北村優派さんですね。好きって書いてありますね。そうですね、あの劇場公演は最近ね、飛行機雲の、ね、歌の飛行機雲の披露がありまして、劇中にですね、そうですね、折り紙をね飛行機のね折り紙を飛ばすっていうことがあったんですが、ゆうはちゃんもね、動画でね研究してだいぶ遠くに飛ばすことができたみたいでね、これから楽しみですよね、劇場でもね。はい、もらえるといいですね、写真、あの飛行機をね。で次が、鈴木りりかちゃんになりますよね。見てるよって書いてありますね。見てるんでしょうかね。はい、見てますよね多分ね。はい、3人とも、3期生ですね。はい、では特典のねこの中に入ってる生写真も見ていこうと思います。誰が出るかな。あ、ここに入ってますね。ではせーの、よいしょ。お、松坂佐穂さんですね。はい、4期生でもね僕推してる方ですね。なんせね、まあ卒業してしまった、マシモカホさんがね好きと言ってくれたので松坂佐穂さんはね応援しております。で次行きましょうね。はい、せーの、じゃん。お、あおちゃんだ。新澤葵さん出ましたね。これも4期生ですね。はい、もうね11月からね5期生もねあの入ってくるので、入ってくるっていうかはね応募が始まっちゃうのでね、4期生もねアピールするところがね欲しいですよね。はい、では最後行ってみましょう。せーの、ドン。お、藤崎美優さん出ました。引きですね。はい、というような結果です。キャプテンですからね、毎日 NGT のことを考えておりますよね。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。動画のコメントもね、お待ちしております。それでは、さよなら。